イエウパトーリアは、クリミア半島にある都市で、基礎自治体イエウパトーリアに属す。クリミアタタール語の故障はケズレーブこのエリアでの居住に、関して、最初に記録に残っているものとしては、紀元前500年頃のギリシャ植民者によって建てられたカー・アキナイタスと呼ばれた居住地である。他のクリミア地方と同様に、ポントス王国のミトリダテス六世の支配地の一部であった。 7世紀から10世紀頃、イエウパトーリアは、ハザール語で、グッツリルという名のハザールの居住地であった。その後、クマン人、モンゴル人、クリミア半国の影響を受けた。その間、町は、クリミアタタール人には、ケスレブ、オスマントルコ人には、ゴゼルブと呼ばれていた。中世のロシアにおける、コズロフという名前は、クリミアタタール人の都市名が、ロシア化されたものである。 1478年から1485年までの短期間、町はオスマン帝国の支配を受けた。その後、クリミア半国の中心地となった。1783年、クリミア半島全体がロシア帝国により併合された。1784年外の名前がイベピトリアに改名された。クリミア戦争中の1854年、イギリス軍、フランス軍、 トルコ軍によって街は占領された。ロシアによるクリミア半島の併合の後、イエウパトリアはクリミアカライ派の指導者ギャカムの拠点となった。ありがとうございます。